こんばんは、ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢よ。今日は久々にリクエスト構成で挑んでみるぜ。リクエストということはご期待に添えなければお前は死だ。責任を、も。今回のコンセプトは安全救助かつトンネル防止構成だ。ほうほう、今の環境にはもってこいな感じね。右下を見てもこれは期待が膨らみそう。まずはオフレコ。これは自分がフックから救助されると一定時間オーラが見えないかつうめき声が消える。いわゆる鋼がついてると考えていい。なるほど、しばらく使ってなかったから効果忘れてた。でもさ、鋼でそれ以上言ったら揚げまんじゅうになるぞ。黙ります。いいか、今回のミソはトンネル防止に特化してるんだ。まあそうよね。ほんで次は、監視者。これは私もたまに使ってるが、私がフックから救助した人は足跡と血痕を残さなくなる。それに加えて8秒間迅速効果も与えられる。つまり、全力疾走を持ってるようなもんね。さらにさらに、8秒間私はキラーの位置が見えるというハッピーセット。でもお高いんでしょう。なんと、1パークで済みます。すごい、なんてお得なのかしら。送料、代引き手数料、代金はすべてこちらで負担します。代金も、やっべ。以上、サンドウィッチマンネタ終わり。確かに今のところ、復帰救助に関するものばかりね。そして3つ目は、ボロ隊、終わり。はい、いつもの。しかし、最後のパークは一体。ああ、これか。ディストーション。敵がオーラ化ししてきた時にそれを無効化するやつだな。確かにこれだけは復帰救助に関係ないな。と、見せかけて最近あのパークが出たことにより少し関係がある。あ、氾濫するフンヌか。そう、それの可能性を考えてのディストーションだ。なるほど、それの存在をすっかり忘れてたわ。あんたとオープン主と違ってちゃんとそこまで考えてらっしゃる。やかましい。そしてキラーはデスリンガーですな。どうした？いや、このマップでデスリって。どうやって銃避けろっていうの？簡単なことよ。空き合いとかはなしで。キアヌ・リーブスになればいいのよ。つまりマトリックスしろってことかよ。てかマトリックスするって何？急な方向転換はズルだよ。いやちゃんと戦術ですがな。殴られたからこっちに逃げたけど。さらきすぎてスキーしたくなるレベル。まったいらなのでどちらかというとスケートですね。真面目な指摘クソどうもありがとうございます。ここにジャングルジムを10個作ろう。それもうほぼギデオンじゃん。ありがとうございますメグさん。そしてオフレコが発動したな。ここでデスリが戻ってくるか確かめよう。ちなみに足跡は消えてないから気をつけて。おっと、これはトンネルをご所望ですな。今メグがタゲ取りしてくれたからそっちに気が紛れたか。お、これわざと追ってないわね。ってことは私を探しているな。あっちに逃げたと思ってる。これはバレないように慎重に岩を使ってやり過ごそう。よし、向こうを探してるから今のうちに場所チェンジだ。ここならなおバレにくいだろう。やっぱりずっとあんたを探してるわね。近い、かなり近くまで来てる。やべえ、こんな時に血痕が憎い。バレてなかったわね。これマジでやり過ごせるか。待って、オフレコ強くね。こんなに早く刺さるとはね。発電機が順調に固まりそうです。ダメじゃん。だがこの発電機さえ直せばそうはならないのですよ。問題は悶絶があったら終わること。ふむ、なかったか。お、ディストーションのトークンが減った。ということはこれはベチリはあるな。しかし映らなかったからここを直してるとは思わないだろう。今の局面だとディストーションマジで助かるな。まあもともと便利だったからね。よし、こっちは治るな。おっとっと、ほぼ同時に治ったな。あ、市民のスイッチはあったのね。これは救助どうすればいいだろうか。ノーワンが怖いところだ。今しかないな。ボロ体あるし大丈夫なはずだ。お、今ローリーに判定が吸われたな。これはかなりラッキーね。うむ、そしてノーワンはないな。これは一旦戦況は良くなったな。もし次誰か捕まったらまたチャレンジしよう。それにしてもすごいわね。一発目で全パーク刺さったわよ。これ後半どうするの？私が聞きたいわ。続いてはランシットアバトワー。あ、水の音が聞こえるからプレイグだわ。プレイグ相手なら一層救助慎重にならないとね。よし、早くも2台ついたな。なんかここ最近発電ペースがさらに速くなった気がする。おっとやばい、鉢合わせしたか。一か八か飛び越える。あれ、まさかのゲロ巻きだったか。確か今赤ゲロじゃないはずだが。もしかしたら前にあった発電機ついたら自動的に赤ゲロになるやつ。あ、その可能性はあるな。いや違うな。煙の色が変わってなかった。なんだろう。勘違い。まあとにかくまだ赤ゲロじゃないなら戦いやすい。おいちょっと待て、マジで治るペース早いな。やはり私の勘違いではなかったか。それにしてもこのプレイグ全然痛壊さないな。それならそれでかなり立ち回りやすいけど。また飛び越えます。これかなり有利とはいえチェイス判定は切っておきたいな。あ、今切れたわ。これで不安事項は全て消えた。
これ。この板だけで通電あり得る。それはいただけないわね。いただけに。お前がつまらないこと言うから赤ゲロになっちまったじゃねえかよ。いや、あんたもだいぶ乗っかってたけどね。さてこれをどう避けるよ。もっとも相手にしたくない赤ゲロになってしまった。近くに赤い泉でもあったの。ああ、私が最初に回復に使った場所だ。じゃあ自業自得じゃん。この石垣か。ついんよな。この窓を通り抜けられたら絶望だ。あ、でも遅れたからこれはいけるな。そしてこの窓飛びは絶対間に合う。間に合わなかったら引退。おいそこ下打ちしない。ち、あれもしかしてラグい。次は一旦左に避けるぜ。完璧だ。このまままっすぐ行って板倒したいが間に合わないな。一旦一周するか。そして次で出っ歯を打って板まで間に合わせる。あ、出っ歯ないの忘れてた。あんた出っ歯依存症直す動画撮りましょうか。通電したけど絶望です。画面見て全て刺したわ。あ、ボロタイないんですね。まあキャッチだからボロタイもクソもないけどな。ボアワオを神ライト来た。テンパりすぎです。このライト球場を無駄にしないためにも早くゲートに向かうぞ。で、ゲートはどこだ？ユーアーザバカ。今回は何としても全員救助するぞ。そうすれば少しは取れ高になるだろう。本音が全身の毛穴からクローゼット漏れる。さあ、監視者の力を借りてプレイブの位置が見えるぞ。む、なるほどあそこで倒れたんだな。これは釣られたら即救助しないとコラクスがまずいな。そんなリスキーなことをするんですか？たわけ、ここまで来て引き下がれるかってんだ。頼むからここから離れておくんなまし。お、いないということはミカエラを追いかけたな。これ監視者でジェーンは間に合うと思うけどあんたは間に合うの。私だけ死んだらそれはそれでよしだ。どっちに転んでも美味しいというわけか。危ねえ、ここでボディブロックされてたら二人とも死んでた。間に合え。結論。神パーク構成だわ。リクエストくれた方ありがとうございました。